しなちゃん街中応援会、メガ盛りホルモンでお腹いっぱい、焼肉ホルモンそうの、菅野陽平さんにお越しいただいております。メガ盛りホルモンでお腹いっぱいということで、今日はいろいろメガ盛りホルモン、はい、焼肉についてちょっと今日は、教えていただこうと思います。菅野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。菅野さんですね、毎月第2第4の火曜日にアルベで開催している秋田唯一みんなのマーケットにも定期的に出店しております。はい、はい、キャミさん、はい、ホルモンは好きですか？いや嫌いだねホルモンみたいな顔して何を言っとるんですか焼肉大好きでしょ、うん、大好きです。はい、ホルモン、まあ、僕もやっぱ食べますね。食べるよね、はい、うん、食べるよ。キャミさんお酒好きですよね。お酒も好き、ホルモンも好き。ホルモン、僕お酒飲まないんで分かんないですけど。それが意外だもんねそうなんですよ、うん、お酒系の仕事を受けれない人だから、ね、そうそっかやっぱお酒とホルモン合うでしょ。合うね、まあ、ご飯も合うだろうけどさ、うん、でもやっぱうちらは本当もビールかハイボールかで、はいはいはい、うん、ホルモン、ホルモンの魅力ってこういっぱい噛めるじゃないですか。分かる貧乏くさいですけど申し訳ない、貧乏くさくていっぱい噛めるし味が染み込んでるし、あれ1個で正直めっちゃ食える。焼けるってあのプレーリング楽しいんだよ。あ、いい、焦げついちゃってね。そう、あれが楽しいのよ。いいんだよな、はい、まあ、ホルモンね大好きな2人でございます。はい、菅野、はい、さん、まずはですね、お店焼肉ホルモン層について教えてください。はい、はい、焼肉ホルモンそうです、うん、外旭川にありまして、はい、まあ、ラクスミ味級とかある一角にございます。あ、うん、はいはい、はい、ね、よく見るこの建物、うんうんうん、お店オープンされたのはどのくらい前ですか？昨年の6月の2日にオープンしてます、うん、あ、じゃあちょうど1年、はい、ぐらいになります、はい、おめでとうございます。どうもありがとうございます、はい、お店オープンしたきっかけっていうのは？きっかけは、まあ、もともと大町で、あの火鍋串揚げ串焼きっていう、うん、ワゴンっていうお店をやっていたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとこのコロナ禍の中で、うん、まあ、ちょっと リスク分散といいますか、僕がちょっとホルモン好きなので、うんうん、なのでちょっと外旭川の方でやらせてくれということで、まあ、姉妹店という形でやらせてもらってます。僕はあのワゴンさんにはポスターも貼っていただいたり、あ、はい、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。佐野さん、何気に僕ら意外と長いですね。あ、そうですね、はい、共通の友人のダンサーがいて結構それで長くて、そうなんです。まだ僕ソウには行ってないんで、ちょっとぜひ近々お伺いさせてください。よろしくお願いします。はい、はい、ということで焼肉ホルモンソウさんは、まあ、当然ねホルモンを提供してると思うんですが、キャミさん、はい、知ってるホルモンちょっと今言ってもらっていいですか？早いな早いし、コテッちゃんかあ、どうしよう、面倒くさいな、どうしようかな。いやでも実際ホルモン好きだけど、はい、でも頼むの結構盛り合わせとかっていう、そうですよね、頼み方になっちゃうから、楽だしうめえし、そうそうだお店がね進めてるものが、まあ、白とか、うんうん、なんかカシラとかも、はいはい、一応ホルモンに当たるって言われるんだけど、はい、意外と分かんないかな、うんうん、ちょっとじゃあ菅野さんにホルモンの種類って教えてもらっていいですか？どんな、うん、まあ、僕のところで出してるあのホルモンメガ盛りっていうのは、大体まあちょっと喉軟骨系を始めてですね、ちょっとあんまりこう知られてないと思うんですけど、輪っかとかネクタイとか、輪っかドーナツ、ドーナツは聞いたことない、上喉軟骨とかっていう、ちょっといろいろな部位が入ってます。ああ、じゃ結構ちょっと、はい、特殊な部分も出してる。そうですね、ちょっと他で味わえないような感じで。ブニブニ系ですか、コリコリ系ですか？コリコリ系も、うん、が主にです、ね、コリコリ系が多い、はい、ああ、いいね。まあ、菅野さん、ホルモンのどこにこう惚れてあれですかね、一番魅力的な部分ってどこですか？まあそうですね、ホルモンはやっぱりこう何ですかね、必ず僕ホルモン食べた後結構お腹下すんですよね。食べ過ぎちゃうからですね。ああ、なるほどね、はい、合わないと好きすぎてな、好きすぎてか、はい、ちょっと胃腸が弱くて、はい、そのぐらい愛してるんですね。そうですね、はい、そのぐらい愛してるんですね。どうですか、アミさんはホルモン？ホルモンはあのずっと味するじゃないですか、それこそ貧乏くさい話ですけど、はい、ずっと噛んでるの好きですねほらずっとくちゃくちゃしてやっと飲んだと思ったらお酒飲んでみたいな感じで女性はホルモンやっぱ好きなんですかね、どうなんですか、なんか男のイメージが結構あって、でも女性も結構好きな方多いと思いますね。本当ですか、うん、なのでもうすごい、うん、行きたいですもん、すぐお店お願いします。魅力的な今日写真をたくさん用意していただいているので、行きたいです、
ソウさんではね、どんなホルモン焼肉が食べられるのかインスタの写真を見ながらいろいろと教えていただこうと思います。はい、まず1枚目、はい、こちら美味しそうでございますね。じゃあ何のお肉ですかね。こちらはもう、乗っているのが、カルビと、それこそなんかあの白っぽいのが、あれはちょっとよどんでんな、ちょっとお肉です。まあまあ、はい、煙で見えませんね。煙です。で、奥が野菜とか乗ってます、はいはい、ちょっとぼやけてる感じのやつ、はい、まあ、コメント見ると1周年記念ということでこれ、はい、お得なクーポンも、はい、これどうやったらもらえるんですか。あ、もう終わっちゃいました、はい、あ、なるほど。じゃあインスタグラムで常に告知してるので、はい、なんで来た今日ね、先々週の、はい、どんなお得なチケットの内容だったんですか。まあ、皆さんにくじ引き引いてもらって、あ、楽しいね、はい、楽しい。まあ、当たりが2000円割引ですとか、結構割引、2000円割引とか、いい、はい、あと生ビールサービス、あ、いいですね、ホルモンメガ盛りをサービスとかやってました、はいはい、じゃあインスタでもう常にチェックしとけよと、はい、あ、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ2枚目の写真どうぞ。はい、こちらは何でしょうか。はい、こちらは牛レバーでございます。あ、いいですね、出ました、はい、これこのまま行きたいよね、本当だったらね、加熱用でございます。あ、はい、じゃあ手出すね、はい、まあ、美味しそうですね、はい、レバーいいな、いいですね。これでおいくらでしょうか。こちらはちょっとお店に行けばちょっと分かります。すべ、はい、てはお店で、そうです、はい、お店に来ていただければ、いろんな情報煙に巻かれるね、はい、お店に来いと、ね、はい、はいはい、続いての写真お願いします。そんな宣伝方法なんだな。はい、お、ランチが始まったんですね、はい、こちら3月からちょっとランチを始めまして、はい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 、まあ、ホルモンメガ盛りランチを始め、あ、いいですね、冷麺とかもやってます。いいですね、カルビランチ、サービスハラビランチはワンコイン、そうなんです、すごい、はい、500円で食べれます。わ、テイクアウトもいけません。アミさん、なんか食べたいの気になるありますか。いや、もうすごいお腹空いて、ね、12時なんでね、お腹空きましたね。お腹空きました、うん、結構赤身肉も好きなんですよ。はいはいはい、はい、なので、うん、赤身って何でしたっけ、カルビでしたっけ、カルビ、カルビかな、そうですね、カルビ、ハラミなんかも、これはもう、ハラミいいね、はい、いいですね。このメニュー、ちょっと写真で見ていきましょう、はい、カルビランチ入ります、ドン、こちらですね、多いね、うん、はい、結構多いですよね、はい、ボリュームあるような感じで、うん、バッツリ、ま、満足いただけるはずです。タレも2種類、これ左のタレは、左が自家製の味噌ダレですね、ウィー、はい、いいですな、スープも、ね、甘辛いような感じなんで、はいはいはい、美味しそうですね、はい、はい、続いてこれは、こちらがホルモンのメガ盛りでございます、うん、お、これ、ランチですね、これは量はあるからちょっと値段はグッとくるんじゃないですかね。1000円でございます。1000円で、ありがとうございます。先ほどのカルビランチも1000円で食べれると。そうです、はい、これ何種類ぐらい入ってます、盛り合わせ。これ盛り合わせはその日によりますね、はい、ね、はいはい、でもなんかさっき言ったコリコリ系が結構そうですね、ね、見えるから、はい、ね、いろんな味が楽しめそう、うん、そうです。ランチ一番人気のメニューって、まあ、やっぱりこちらのホルモンメガ盛りが、メガ盛り、はい、メガ盛りですからね。これ女性一人で食べきれます、サイズ。意外となんか皆さん食べていらっしゃいます、はい、そうなんだ。大盛りも無料なんで、うん、ご飯です、はい、テイクアウトも今できるんですか。やってます。テイクアウトもこのメニューとかも大丈夫なんですか。あ、そうですね、ホルモンメガ盛りの麺と、うん、あとレバー、あ、なるほど、あとハラミと、はい、あと美味しいんですけど、このそれこそもういっぱい噛める生ホルモンっていう感じで、うん、あ、なるほど。生ホルモンの味付けは、まあ、こちらも自家製のタレご用意してますんで、それでセットでテイクアウトでもお持ちになっていただけます。タレ別でも持っていけるんだ。あ、そうですね、自分で味付けしてっていう、はい、あ、いい、そうです、なるほど、美味しそうですね。でもなんかさっきの肉の量だとご飯足らないよね。あ、ご飯足らないかもな。確かに、もう大盛りにしていただくか、はいはいはい、おかわりできますので、はいはい、うん、あ、できちゃうんだ、はい、おかわりはいくらぐらいでやるんですか。ちょっとお店に来てから全てはお店でね、はいはいはい、ちょっとわざと臭かったですね。
はい、こちら宴会メニューになります、はい、あすごいですねこれも、はい、ご相談に応じてみたいな感じですか、ま、そうですね、まあ、ちょっとあの言っていただければ、うん、あのご予算とかもあれば、うん、こういった形でいろいろ出すこともできます。これで今何人前ですか。これは、まあ、大体 3,4 人前ぐらいですかね。はい、いっぱいありますねこれは、うん、キムチもついてね、いいわ、はいはいはい、いいですね、鮮やか、うんうんうん、はい、キャミさんどうでしたか、こうバーッと見てきて一番食べたいものを、うん、あでもさっき のランチメニューで見た、うん、あのメガ盛りのハラミランチ、ハラミ、うん、ハラミ好きなのよ、うん、あのハラミもあれちょっとこう少しこう固めというか、うん、コリコリ食べれる赤身肉だから、はい、あの辺なんかもすごいいいなと思ってるな、うん、今日 もちろん実際今やってらっしゃるんですよね。そうですね、はい、営業してるんだ、ね、なんか定休日が水曜日曜って書いてたから、はい、うん、今日もじゃあ営業中で、うん、はい、今日はちょっとあここにいるんでちょっと お休みしました。あ、はい、夜はやってますんで、はい、なるほどなるほど、はい、ありがとうございます、わざわざ本当にすいません、ありがとうございます、はい、最後にお店の PR をお願いします。あの皆さん気兼ねなく来れる感じになってます。であの自家製タレは とっても美味しいと言われてますので、うん、ぜひあの一度来て、うん、見て食べてみてください、うん、はい、お願いします。お店のお客さんってどんな層が多いんですか。そうですね、まあ、はい、あのそうね、さっきからずっとそうって言葉がいっぱい出てくるんだよ鈴木健壮さん、はい、はい、いますからね、はい、結構あのご年配の人から、うん、あのまあ、女性客とかも、うん、あと家族連れとか、はい、うん、ご夫婦とかも多いですね。あの辺だと住宅あ、そうですね、場所が、場所柄ね、はい、うん、家族連れが多そうというか、うん、行けそうな感じですもんね、はい、じゃあお店は菅野さんも接客されるんですか。あ、そうです、僕が、まあ、主に肉を提供させてもらってるんで、はいはいはい、うん、なるほど、はい、あちょっといいですね、女性も行きやすそうだし、ね、男性もがっつり増えるということで、うん、本当にメガ盛りって嬉しいよね、はい、外旭川にあります、ぜひね行って欲しいです、はい、ということで今日のゲストは焼肉ホルモン総の菅野陽平さんにお越しいただきました。菅野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。